はい、こんにちは。栃木の竹志農場です。アマゾンでね、背負い式の動力噴霧器ですね、電動式、エンジンではありません、電動式の噴霧器を購入しました。で、実は背負い式のエンジン式の動力噴霧器はね、竹志農場の家にもあるんですが、ちょっと除草剤振るのにはパワーありすぎちゃって、あちこち飛び散っちゃうとまずいんでね、まあ電動式の方がいいだろうということで、まあたまたま見てましたらね、安いのがあったんで6000円ぐらいかな、で日本製ですとまあ 2,3 万するんで、まあ5分の1 4分の1ぐらいで買えるんで、ちょっとね試しに買ってみました。で、メーカーがハイ HILL ストーン、ハイストーンっていうんかな、読めないですけどね、はい、というメーカーらしいです。で、こちらに書言っていうかね、書いてありますけど、NY-526 で、サイズが36-19-48と、ほんで重量が約5キロと、ほんで、タンクの容量が20リッターと、で輸入元がマンホー商事っていうかな、っていうところが輸入してるそうです。でお決まりのメイドインチャイナですね、中華製です。はい、じゃあこれ開封していきます。まあね、どんなものでも開封するってワクワクするよね。何が入ってるのかなみたいな。でまあ多分この状態でね、中国から、まあ、梱包パッキングしてね、持ってきてるんだと思うんですけどね。まあまあまあしょうがないよね、中華製で。まあここら辺潰れてるのは。よっこいしょ、よっこいしょ。はい、でこれがバッテリーチャージャーです。よっこいしょ。はい、これが本体になりますね。紐とかそういうのが入ってねえんだけど、どこに入ってんだろう。この中に入ってんの？すごいな。あ、そうだ。すごい。パーツ類はみんなこのタンクの中に入ってました。すごいすごい。とりあえず、まあそんな難しくはないと思うんでね。よいしょと。あと入ってるのかな。うわ、チャチだね。はい、でこれが、ノズルですね。フィルターを一応戻しておく。なんでこれ蓋が2つあるんでしょうね。なんか一箇所あればいいような気がするんだけどね。どういう意味なのか意味不明ですけど。まあ6000円だからしょうがないよね。まあ使えればラッキーぐらいに思っておりますと。これじゃねえな。あれ？これ、これ入んないよね。どうやって入れるんだろう。なかなか悩むね。これが延長できるんだね。これが延長できるんですけど、このノズルの取り付けがちょっといまいち不明です。さすが中華製。
これじゃどうやっても入んないもんね。これでも入んないし、どうやって入れるんだろう。あとどっか、あと中間に入るのかな。あ、そっか、わかったわかった。そうだね。あー、はい、ちょっと蚊がいるね。コックが入るんですよね。多分これが筒先になって、この間にコックが入ると、そういうことだったね。なかなかね、これマニュアルが、あ、一応日本語だこれ。あ、日本語マニュアルだよ。おうんうんうん、日本語マニュアルになってますね。よく読めばできそうですね。読めよって。おめえそんなに頭よくねえんだから、ちゃんと読んで組み立てろって言われちゃうね。これが入るんだね。どっちがどっちだろう。こう握るんだから、あ、こう握るんだから、こっちが元だね。こっちが元で、なんかシールテープ貼った方が良さそうな感じすんな。パッキンも何も入ってないんでね。さすが中華製だ。あんまり強くやるとプラスチックがいっちゃいそうだな。とりあえず組み立てて、まあ接着剤流し込んじゃってもいいしね、バラすことないんで、まあシールテープ使うのが一番ベストかなって感じですけどね、はい、でこれを握った時に、で出るんだね、さっきからね、はい、でノズルがいくつかあるみたい。どれだろう。あ、これが気にノズルっぽいね。まあとりあえず暫定これつけとこうか。はい、これで、ちょっと変なとこ向いてるけどね、はい、まあ、こう握るんだから、この握りに対してノズル下だよね。これはないよね。多分ね。あ、でこれ、あ、ロックできるようになってんだ。はい、でこれで一応ノズルの準備はできました。まああと何種類かついてるんでね、これ後でよく見ます。これと背負うための紐ですね。どこにどうかけるんだろう。おっとっと、これ、下はなんか鍵になってるから、こういうふうにかけるみたいですね。草太郎もこんなふうになってます。下がカチャッ、これもなんか接着剤で止めちゃった。あ、ここだ。こっちに入るんだ。接着剤で止めちゃった方が良さそうだね。それで、うわ、チャチー、ん、こうじゃなくてこれ逆か、逆ね。まあ値段なんで、あ、こういうことね。よっしょ。よいしょ。まあ、じゃあ暫定こんなもんと。これであと一個。よいしょ。
ここへ引っ掛けて、まあ、これでね、ざっとですけど、組み立てました。あと、これが、こっちがスイッチかな？どれだろう？よいしょっと。あ、これが充電の、これアダプターついていて、ここへ差し込むんだね、きっとね。で、ボルトが出んだね、電圧がね。さすが中華製。はい。これが充電端子らしいです。で、スイッチがどこだ？ん？スイッチ。ああ、スイッチこっちについてるか。竹志農場もね、何年か前にうちの母が、買って使ってたことがあるみたいんですけど、あ、これが電源スイッチ、あ、一応動きましたね。一応モーターは回るみたいです。で、ここにボリュームがついてるんで、多分このボリュームを回して、流量を変えるのかな。まあ一応最低限のものはついてそうですね。はい。で、これが、充電器ということで、まあ、実際、あと、3つ入れて、動くかどうか、まあ、確かめるだけなんで、まあ、これはね、また明日やってみたいと思います。今日はね、一応組み立てて、モーターが回るまで、の確認できたんで、これで終了したいと思います。ということでね、はい、中華製の充電式の噴霧器ですね。これ除草剤用に使いたいと思いますんでね、これからちょっと、使えるように、セットアップしていきたいと思います。はい、お付き合いありがとうございました。でもまあちゃんと組み立たったんだから大したもんだよね。普通だったら当たり前なんだけど、中華製はその辺が危ないからね。パーツが足んなかったりさ、加工精度が悪くて入んなかったりと、いろいろあるんでね。もう問題はね、ここのつなぎ目だよね。つなぎ目がちゃんとシールされてるかどうかね。まあ、まあ、白いあのテープ巻いちゃえば大丈夫だと思うんだよね。F コもあるし、F コかシールテープ巻けばなんとか水漏れはしないでしょう。まあそんなところで、楽しみはね、明日に撮っておきます。はい、じゃあ動画の方はね、一旦ここで終了します。お付き合いありがとうございました。